どうも天使向井です。はい、ということでございまして、桑原有形戦オンライン収録が終わったところでございます。ゲストに来てくださったのは一番可愛い。いかがでしたか、桑原さん。はい、優しくなっている。うん、いや、どういうお二人なんだろうと、はい、ずっともちテレビで拝見した時から思っていて、うん、まだそのトークしてるところとか全く一切情報がなくて、そうね、なのですっごい楽しかったですし、なんかその本当のことと違うことのそのバランスとかもめっちゃ面白くて、はい、これも見ていただきたいですね。そうですね、なんかちょっとだけ人間性が分かったとは思うんですけど、はい、でもやっぱミステリアスな部分がめちゃくちゃあるし、そうですね、はっきり住んでるとこおっしゃってましたけど、うん、その瞬間めっちゃ面白くて、うん、そうですね、あんまり言わない方がいいですよね。なんかや、あーごめんって思っちゃいました。これ普通用意してるもんだと思ったんです。コリン製みたいなやつ、ブハッと駅名でしたから。駅名それめっちゃ面白い。やめてくださいと。バキバキにお笑いしてましたね。そうそうそう、やっぱお笑い芸人だっていうのがね、はい、やっぱ伝わってきましたし、垣間見えたし、うん、こう今ちょうど出て行かれたところなんですけど、うん、スタッフさんも向井さんも私もメイクさんもみんな微笑んでました。びっくりしました。私から見える景色全員笑ってて、そう、みんなを幸せにできるね、はい、雰囲気を持ってる2人ですから、赤ちゃんを見るような顔で笑ってました。ちょっとぜひこれは見ていただきたいです。はい、はい、癒されると思います。癒されますよ。向井ワークスのこちら、あ、ニコニコチャンネルの向井ワークスに入会していただけたらこちらの動画本編見れますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでお相手は天使向井と桑原有希でした。バイバーイ。